皆さんこんにちは埼玉県産業支援課の陣野と申します今日はお忙しい中こちらオープンイノベーションセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます今日のこの会場素晴らしい会場武蔵野銀行さんのご協力で準備させていただきました誠にありがとうございます今日のセミナーは我々が 令和の6年度中に開設を準備しております歌唱渋沢一企業家サロンこれに向けて開設前のプレイベントの第1弾として開催させていただいたものでございます。 この渋沢サロンどういったことを考えてますかと言いますと一つの柱としてオープンイノベーションを掲げている施設ですなぜオープンイノベーションなのかと申しますと今の企業を取り巻く現状地球温暖化だとか少子高齢化だとかさまざまな問題が起きておりますでそういった問題を解決するのにあたって自分たちの企業や 我々行政ももそうですけども自分たちで持っているリソースだけではもう解決するのが難しくなってきているとしたがって外の知恵や技術そういったものを借りて組み合わせて解決していかなくてはいけないこれがオープンイノベーションになっていくものですでそこで今度作る渋沢サロンではさまざまな企業や 企業家スタートアップですねとかそれから我々行政とかそれから今回会場化してくださった金融機関さんとか商工団体の皆様とかそういったいわゆる事業をやっている方々支援する方々知恵を持っている方々が多く交流してで持ち寄った知識や技術アイディアなどを形にしていくそういった場を作っていきたいと考えています。 そして開設されて速やかにオープンイノベーション掲げてもオープンイノベーションって何だろうって尻込みされて参加されてないんですがなかなか動き出すことができません速やかに動かすことができるようこういったセミナーを準備させていただいたものですでさらにこの後ワークショップ具体的にオープンイノベーションってどうやっていくんだろうというものを今度学ぶ場についても準備をしております後ほどご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします 本日は第1部でオープンイノベーションの必要性や成功・失敗のポイントについてのインプットセミナー第2部でオープンイノベーションに成功した成功企業によるトークセッションで最後名刺交換会で早速皆様の交流を図っていただくということを考えております。 本日お集まりの皆様にはオープンイノベーションをぜひ新規事業の開発のきっかけや課題解決の手段として活用いただきでまたこの今回の交流の場これをさらに延長してぜひこの後渋沢栄一企業家サロンにご参加いただければと思います結びに皆様のますますのご活躍ご健勝を心から祈念いたしまして私からの挨拶をさせていただきます本日はよろしくお願いいたします 皆さん改めましてこんにちは埼玉県産業支援課の西山でございます本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます本日のオープンイノベーションセミナーなんですけれども先ほど課長の挨拶でもありました通り今埼玉県がですね開設に向けて準備を進めておりますこちらの渋沢栄一企業家サロンこちら歌唱でございますけれどもこの開設前プレイベントという位置づけでございます 私の方からですね、少しお時間をいただきましてこの渋沢サロンっていうのは一体何なのか何を目的に解説をして皆様に何をしていただけるようなところなのかというのをちょっとご説明をさせていただきたいというふうに思いますよろしくお願いいたします渋沢サロンはですね一言で申し上げますと今まで本県になかったオープンイノベーションとスタートアップ創出支援の総合拠点として すするものでございますこれはあのいわゆるネット上にですね、バーチャル的に構築するような体制ではなくてですね、リアルな場所として、今、敏感ビルに入るようなことを想定しておりますが、令和6年度末に、実際に場所として開設をすることを目指しております。具体的な場所っていうのはまだ検討中なんですけれども、 埼玉県はせっかく交通の便がいいところですので県内はもちろん県外からも多くの方に利用いただけるようなあのアクセスの良い場所に設置をする予定でおります施設のイメージとしましては今スライドに写っているのは他県の専攻施設なんですけれども渋沢サロンもこれと同じようにですね単なるあの会議室とかセミナールーム場所としてそれらがあるだけの確一的な施設ではなくて 例えばこんなふうに天井を抜いてですね開放的な空間を作ったりあるいは椅子とかテーブルをスタイリッシュに統一させておしゃれな空間にしたりとかまず空間作りに工夫をして皆様にまず面白そうだな行ってみたいなとここで仕事してみたいなと思っていただけるような場所を作っていきたいと考えております。レイアウトととししましては本日のよようううななセミナーとか交流会を行うような イベントスペースのほかですね、写真の真ん中にございますけれども、コワーキングスペースですとか、右の方にある個別の打ち合わせスペース、あとはお集まりの皆様がリラックスして交流いただけるようなラウンジ、こういったような機能を配置させていきたいというふうに思っております。 では次にサロンの目的、ここで一体どういうことをやっていきたいのかというところでございますけれども、一言で言いますと、起業家の方とか、さまざまな業種の企業の方が交流することによって、イノベーション、つまり新しい事業を生み出すような場にしたいと考えております。具体的には、サロンでは常にセミナーとか交流会を開催しまして、多くの方、例えば起業家とか企業、 金融機関、経済団体、商工会、大学、自治体、さまざまな関係者に集まっていただいて、異業種の方同士の出会い、交流を進めていきたいというふうに考えております。その上で、下ですけれども、オープンイノベーション、あるいはスタートアップの創出に向けた伴走支援を行う各種プログラム、イベントなども実施をしていきたいというふうに思います。 特にこのオープンイノベーションの創出支援というところは先ほどのご挨拶もありましたがサロンで最も力を入れていきたいというふうに考えておりますさまざまな方が知識技術アイデアを持ち寄って一緒に新しいものを生み出して企業や地域が持つ課題の解決につなげていくその支援をサロンでさせていただきたいと思っておりますそこでですねサロンの開設前から先行しまして本日のようなセミナーワークショップを開催して 皆様にオープンイノベーションのメリット、あるいはそのやり方などについてご理解を深めていただきたいと考えております。今年度もです、ね、本日のセミ,ナーがセミナーにご参加いただいた皆様の中で、オープンイノベーションへの関心を持っていただいてです、ね、じゃあ具体的にどうやって進めていけばいいんだろうとか、もう少し深く知りたいなというふうに思っていただいた企業様のために、右のピンクのところにございますが、来年の2月に2日間のワークショップを開催いたします。 こちらはオープンイノベーション実践に向けたプラン作りをサポートする内容となっておりますので、ぜひご参加を賜りたいと思います。詳しい情報は一番下にありますが、県のホームページで順次発信していきますので、確認の上お申し込みをお願いいたしたいと思います。もう本日からお申し込み自体はできるようになっているようですので、ぜひご確認いただければと思います。 で先ほどですね、サロンには多くの方に来ていただきたいというお話を差し上げましたけれども、県では集まっていただいたいろんな方による交流、連携を進めて、この図のようなですねエコシステムを構築していきたいというふうに考えております。えー、サロンがハブとなって、ですね起業家や企業をはじめ、さまざまな支援機関、えー、関係団体とネットワークを築きます。 その上で企業様が抱える課題や新規事業開発に関する悩みなどの解決に向けて、ネットワークを構成する関係団体が一体となってサポートしていくような体制を作っていきます。皆様にはサロンが開設しましたら、ぜひこのコミュニティにご参加をいただきたいと思います。そしてこのネットワークをご活用いただいて、オープンイノベーションを生み出して、県内経済を盛り上げていただけるようにお願いをいたします。 簡単ではございますが、私からの説明は以上とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。あ、皆さんこんにちは。と、あのオープンイノベーションについてということで、もうオープンイノベーションはもう課長のお話で大体もう語り尽くされたかのようにも感じましたが、あの、まあ短い時間ではございますが、まあ少しでもちょっとお役に立てる話がお伝えできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あの、ちょっとオープンイノベーション。 聞くとなんかすごい仰々しいような感じもするんですけどあの私も78年前ぐらいですかねあの初めて今でも忘れないのは初めてオープンイノベーションと呼べるのだろうかとは思いますが当時は、えー、とあるちっちゃい、えー、ちょっと何屋さんって言ったらいいのか分かんないですけど金色のザリガニを開発したっていう方とですねとあるガス会社のイベントでその金色のザリガニを飾ろう。 すげえオープンイノベーションだみたいな <laughs> っていうのがもう七八年前とかにもあって、まあ最近では本当にこの言葉自体がいろんなところで聞かれるようになったかと思うんですけど、まあ企業の成長の一つの手段としてまあそういうのもあるんだなっていうのを知っていただければいいかなと思います。で、はめにあの自己紹介を改めてえっと東松の勝樹と申します。今あの地域未来創造室というですね、まあ日本全国の地域におけるスタートアップや中小企業を 支援するさせていただくためのまあ、仕組みづくりといったところに取り組ませていただいております。私自身、あの九州の佐賀県の佐賀市というところの出身でございまして、今も住んでまして、まあ、埼玉県とのつながりは飛んで埼玉の花輪君ぐらいかもしれませんが、花輪君は僕の中学校の先輩ですので、それだけちょっと今日お伝えしとこうかと思いました。僕は全然滑ってもあの折れない心の持ち主ですので。<laughs> 場を作るのに、あの頑張って次のセッションで盛り上がっていただければと思っております。はい、あ、それはどうでもいいですね。で、僕自身、あのまあ、10年ぐらいですね。10年以上前からいわゆるスタートアップに関するこうサポートというをさせていただきながらまあ、その過程でえっと大企業さんとの連携といったところもですね。えっとやってこさやってきました。まあ、そういったところの経験なんかも少し含めてお伝えできればなと思います。 あそかで冒頭のザリガニの話は、ですねなんかちょっと中身この資料の中身自体は若干、業しいような話が多いんですけど、まあ、実際はそういうなんか身近な手触り感のあるところからぜひやっていきたいなと思って導入したんですけど、滑ったんでちょっとあの話が分からなくなり <laughs> ます、はい。ちょっと最初、簡単に冒頭、今、なぜイノベーションが求められるのか、まあ、こういう話、よく聞かれるかもしれないんですけども、まあ、ご存知の方はああそうだなという形でおさらい的にお聞いていただければと思います。 はい、これもなんかよく見たことあられるかもしれませんがこれなんか世界の時価総額ランキングの推移ですね。まあ、これ小さいんで、まあ 字を見るというよりもなんかざくっと見ていただければいいんですけれども、まあ、左が1989年の世界の時価総額ランキングで、右が2023年の世界の時価総額ランキングです。でまあ、黄色に塗られている左側の方が日本の企業で、まあ、右側を見てみると、今、トップ30に日本の企業が入っていなくて、まあ最、一番上にいらっしゃるのがまあ52のトヨタ自動車さんというのが日本の現状です。でえっと 市場の製品の短命化というのが進んでおりますという話で、これ、ちょっと資料自体は少し古いんですけど、むしろこれがもっとひどくなっているというか、進んでいるというふうに思っておりますが、例えば自動車でありますと、だたい10年のうちに、製品寿命が3年で回ってしまう割合が2割から36%。 4割から7割の製品が3年以下という非常にこう短い製品のライフサイクルになってきてますよというところと右側に関しましては まあこれも,あのもう皆さん、今になっては全部当たり前なんですけど、本当に10年前の資料で見た方がむしろ僕、これ面白いなと思ったんですけど、今でいうと、皆さんお持ちの iPhone ですとか、スマートフォンですね、これは音楽音、楽 CD の市場にを全部塗り替えてしまったり、アマゾンが今では皆さんも非常にこうよく使われる方も多いかもしれませんが、既存の小売店まで影響を及ぼしていると、携帯電話に至っては、単なる電話、デジカメの代わり、ゲームの代わりだけではなくて、もっと言うと、 そそれこそ車のの産業の車を持たなくなった理由の一つも実はこう携帯電話がよかっていう部分でいくと競合になってきてるっていうふうにも言われております。 でこちらはまたイノベーションというですね、まあ、なんかこういろんなあの指標をもとにこう作られたものなんですけれども、まあ、かつてはトップクラスであった日本のイノベーション創出環境がこう国際的には近年著しく低下していますということで、えー、まあ一番左側は、2089 0年においてはまあ日本はえ世界で3番目のイノベーション大国となっていたところが、まあ、2014年の間に27位ということで、まあ、非常にこう落ち込んできておりますというところです。 でえっと、これもです、ね、雰囲気を見ていただければいいんですけれども、テクノロジーの普及のスピードっていうところで、一番分かりやすいのは長いです、ね、水色のやつが1930年からスタートして、えー、約90年かけて100%の普及になってるんですけど、これが、まあ、エアートラベル、まあ、いわ飛行機ですね、まあ、飛行機旅行というのは本当に1930年から始まって、ようやく90年かけてみんなが乗るようなものになってきたというところでございます。 で一方で、一番右の方は、えー、一番右になるのはタブレットですね、その左がスマートフォンですとか、まあ、ソーシャルメディアなんですけれども、まあ、このあたり、まあ、これも2010年なんですが、まあ、もうほぼほぼ垂直の立ち上がりで、もう1年ぐらいで、まあ、このイノベーションというものが起きると、まあ、一気に普及が広まっていくと、まあ、これが最近のこうトレンドになっておりますと。で、一方で、まあ、ちょっとなんか、えー、完全に異なる指標で、まあ、平均寿命というのが、この120年の間に約2倍に伸びましたと。 と,いうところです、まあ、これはあのまあ非常に古いんですけど、まあ、1891年から比べると2014年段階でほぼほぼ2倍に寿命が伸びてますとでこれらから何が言いたいかと申しますと、まあ、人生の中でこう新しいことに取り組まないといけないそういう局面が構造的に増えてきていると、まあ、これまでは一つの製品だったりでこう価値商品作ると、まあ、それで大体やっていけたんですけど まあこれだけトレンドの速い中でかつまあ寿命も伸びてくる中で、まあ、一つのことにもちろん邁進してこう研究成果を突き詰めるというのも非常に重要なことではある一方でまあ世の中に出していくっていうタイミングになると、まあ、本当にどん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 変わっていくものに対して対応していかなければならないというのがもう構造的にもう明確に見えているというのがまあこう大きな今の流れなのかなというふうに考えております。 でまあ、なんか若干僕ネガティブな話をしてるんですけれども別に決してこれはなんかネガティブというよりかはなんか僕自身ですねやっぱこう世の中になんかどんな貢献ができるんだろうとかまだまだ伸びしろは自分たちにはいっぱいあるんじゃないかとか,なんかそういうむしろポジティブなふうに捉えてまして、まあ、これをなんかこのイノベーションっていう言葉のまあ一つこうなんていうんですかね、まあ、そこに対して取り組むぞっていうなんかやる気の方にぜひ感じ取っていただいて、まあ、皆さんでこういう市場にどんどん参入していければいいのかなというふうに思っております。 でえっと、なんかここら辺もちょっともじもじしててあれなんですけれども、まあ、これ、えっと、日本企業がこう顧客社会起点イノベーションや非連続イノベーションが苦手な傾向にありますっていう、まあ、書かせていただいておりますが、まあ、基本的になんかどっちがいいとかっていう話ではないと思うんですけれども、まあ、そういうやり方もあるんだなっていうのを知ることが、まあ、非常に重要かなと思っております。で左側に書いておりますのは、まあ、技術あ A の方ですね技術起点イノベーション。 なんかいわゆるプロダクトアウトのようなもんですね自社の技術を追求した先に商品やサービスがあるこれがこう技術的起点のイノベーションであるとで一方で右側の方は顧客社会起点イノベーションということでこれもいわゆるマーケットインのような考え方だと思っていただければいいかなと思っております。どどどちらかかとといいいうと日本のの企業はやっぱしっっりこう技術をを磨いててどてんどん自社の強みを上げていって でその先にある商品やサービスをまあお届けしてきたと、まあ、これはこれですごい価値があると思ってまして、まあ、特にサービス業なんかにおき,てもおきましても、まあ、やっぱり日本のサービスレベルってめちゃくちゃ高いっていう評価もあるというのは皆さんもご存知だと思いますので決してその自社の強みを追求することがマイナスなわけではないということだけはあのお伝えさせてください。ただこれがすごく日本企業得意な一方で、まあ、その 顧客社会起点で考えるっていうところが若干弱いのかなっていうのが冒頭のイノベーションによる世界の時価総額ランキングのところにも反映されてきているのかなと思いますあの、まあ、先ほどちょっと話をすっぽかしてしまったんですけど、まあ、右側にある企業っていうのは大体上位にあるのが、まあ、もう最近この15年ぐらい20年ぐらいですかねで生まれてきたアップルとかグーグルとか、まあ、マイクロソフトはもっと歴史あると思うんですけど。 まあそういう,やっぱこうインターネット関連企業にこう一気にガンと寄ってきてまあそのいろんな企業さんがまあ価値を上げてきているというのがありますというのをすみませんちょっと申う一追加させていただきます。はい、でえっと下のこう持続的イノベーションと非連続的イノベーションというのもちょっと対比で挙げさせていただいておりますでこう持続的イノベーションはまあ先ほどの技術起点イノベーションと同じようにですねまあ自社の技術を追求した先に起こすイノベーションでございまして まあ一方で非連続的破壊的というのはむしろ自社の強みを少し殺してでもですねこれまで求められてなかったものの要素をどうここに組み込んでいくかといったところがこちらの非連続的なイノベーションと言われているものですちょっと例えばまあ一応事例を伝え分かりやすく事例を伝えさせていただきますと、まあ、持続的イノベーションというのはですねあの電気ポットというのが一つこう事例としても挙げられています。 その前まではこう魔法瓶みたいなものがあって保温機能があってその保温機能をさらに追求して何度単位とかでも保温ができるこうずっと温かさを保てるっていうのがすごくこう技術を追求した結果として作ってこれたこれがこう電気ポットとしての魔法瓶から電気ポットという,こう持続的なイノベーションの例でございますで一方でじゃあそれと対比する非連続的なイノベーションのアイテムは何かと言いますとこれ何だと思いますとかやった方がいいのかなとかちょっと今思ってますけど。 若干笑顔が消えててききたたので不安になってきました、はいえっと、ティファールですね、まあ、要は保温機能ゼロですよね保温機能ゼロだけれどもその沸騰させるっていうところだけに注力して皆さんが求めてるのは実は保温することを追求して何度単位でするっていうよりも今飲みたい時にお湯をすぐ沸かしたいでその後別にずっと保温しとく必要はないのでその機能をなくしてコストを落とす。これによって、えー 飲みたい時に飲めるで電気代も安くなるそれから清潔的にもなるっていうことで、まあ、こういうもう一つが、あのー、電気自動車の話がよく分かりやすいかと思うんですけれどもエンジンをハイブリッドにして追求して、えー、なんだっけ、えっと、車,高車走車倉距離を走行距離を伸ばしてさらにエコでっていうのを追求しているのが今の ハイブリッド車だと思うんですけれども、まあ、一方でまあ、もうだいたいなんとなくあれだなって出てくると思うんですけど、まあ社会的イノベーションの方はまテスラですね。まあ、エンジンの概念そのものを全く無視して全く違うものとして搭載している。僕も実際ちょっとテスラ興味本位で全然買えないなと思ったんですけど、あの興味本位で見に行ってこう開けさせてもらったりしたら、あれなんか車であるはずのものが全然ついてないみたいな前開けてもなんか 空っぽでここにも物を入れれますみたいな感じであこれがなんかこう技術を追求してものすごいものを作るっていうものも一つの価値だしそれを全く無視した新しいやり方をするっていう価値もあるなとそれを改めてまあ感じたところでございます。 なので繰り返しなんですけれども決してなんかどちらが、えー、優れててどちらが劣ってるという話ではもちろんなくて、まあ、それぞれの強み良さがありますので、まあ、その選択肢の中で、えー、自社の次の意思決定をしていくのにぜひ役立てていただければと思っております。はい、でこちらももも、ででですすね、そ、まあ、そんんななにもう新しい話ではない話はけれども、まあじゃあその顧客… 視点っていうけれどもそれはじゃあ具体的にどうやってやるのっていったところでまあよく例に出されるのがこちらのデザイン思考っていう話とまあリーンスタートアップっていう話でございますデザイン思考はその顧客の行動観察から得られた共感をベースにアイデアを考えるなのでまず顧客,と同じ顧客の気持ちはどうなってんだっけっていうところを見ながらそこにある課題は何か でそれを解決するためのアイディアを創出して実際にものを世の中に出していくまあそういうやり方がデザイン思考って言われておりますでこの事例としては、えー、右側の方ですね順番間違ったすみませんえっと一旦ちょっと下に行きます、えー、とリーンスタートアップっていうのはですねまああの作り手がこう一生懸命作ってしまった後に最終的にできましたっていうの世の中に出したら全然誰も欲しくなかったっていうですね悲惨な事態を 逃れるためにある程度作って顧客に使ってもらいながらどん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 進化させていくんか開発手法としてはアジャイルとかっていう言い方もされると思うんですけどあれに近しい概念でございますなので小さく作ってどん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 試してもらいながらサービスやもの自体をどんどん良くしていくそういうやり方です最近なんかも皆さん当たり前になってるからもう気づくことすらないと思うんですけどんか iPhone とか勝手にアップデートさせられるじゃないですか。 あれって要は今,の今現在のアップルの100%からすると欠陥品を出しているわけですよね、欠陥品とか、マイナス90%ぐらいの出来できて世の中に出して、それに対してオンライン上でアップデートをどんどん繰り返して、今できる100%に近づけていってる、まあ、あれもまさにリンスタートアップの,その一つの、えっと、なんていうか形だというふうに見ていただけると分かりやすいかなと思います。はい、でこれ右側の方にそれぞれ事例を入れさせていただいております。 あの右側の方、えー、まあ上の方はですね、デザイン思考でよく使われる事例がこの子どもの恐怖を楽しい冒険に変える MRI っていうございます。<laughs> でこちらですね、まああのもうそのまんまなんですけど、まあやっぱりこう MRI とか入るの怖いじゃないですか。僕もなんか過去何回か入ったことがありますけども、ずっと目つぶってこう、うん、ってやって、意外と長いなってまあ。 そんな話はどうでもいいかもしれませんけれども。なんかそれで、さらに子供さんやったら、やっぱ、もっと大変なわけですよね。で、子供さんなかなか。入れとか、じっとしちけって言っても、それも難しい。で、その時に、まあ、じゃ、こう、も、なんか、入っていきたくなるようなものにできないかな。っていうふうな発想で考えられたものです。ちょっと行ったり来たすみませんが、次のページに写真を入れてますけれども。まあ、まず、この右の上の方ですね。まあ、この冒険に行くかのような、まさに。これから。俺たちは。 旅に出るぜみたいな感じでこの MRI の中にむしろ進んで喜んで入っていっていくような、まあ、その心境の変化といったところを捉えて、まあ、本当に中身は性能は全く何も変わってないんですけれどもこの入っていきたくなるようなデザインにしてすることによって、まあ、子どもさんたちが不安を少しでもなくして入ることができるようになったというのがこちらのものです。でもう一個載せてないんですけど これも面白いなと思ったのがこれは別にサービスというか、まあ、アイデアだけなんですけども駅のホームの自動販売機を、まあ、どこに置こうかなって考えた時に、まあ、一番人が通るであろうところなんかをあのまずは考えるかもしれないんですけど実はあることをしただけで売り上げが倍何かっていうとあのみんな電車乗ってる人って時計見るんですよ。 もう電車が何時に来るかなっていうので,でその時間を結構気にしながら自動販売機を利用するので時計の下に自動販売機を置いたんですよねそうするとみんなも時計が分かってるんで余裕を持って安心してあの自動販売機を使える、まあ、本当それだけなんですけど、まあ、みんな皆さんがその駅のホームを利用している時に一番気にしていることは何かっていうのを観察し続けてその配置にしたという話でした、はい、でちょっとすみませんまた戻りますが、まあ、そのリーンスタートアップの例としては、まあ、これはですね、まあ、インドの方で まあ、あの超小型の冷蔵庫を作りましたっていう話です。でこれも、まあ、要は機能性を追求したものではなくてそこで求められている最低限のものに特化してでこれはちょっと貧困層というかのところの地域だったはずなんですけど低,あ低所得者層ですね。なので、まあ、必要な機能に、えー、制限した上でコストをとにかく落とすそれによってそれがこう、えー、と実際にどこまで必要かっていうのを試しながらこの冷蔵庫の開発もされて。 まあ最終的にできたのがまあこれですというかまあこれなんですけど、まあ、本当にもう見た目がすごいシンプルで、まあ、電気も使わずにえ使える冷蔵庫保冷器ですと、まあ、こういうのがまあこの2つの事例からお伝えできることです。 であとですね、まあこれちょっとまあ大きな話なんですけど、まあ世界が抱える巨大な社会課題をイノベーションの起点にするトレンド、これまあ最近もよく言われてますし、なんかまあ SDGs がどうとか、まあそういう話もよく聞かれると思うんですけれども、まあ実際世の中の関心事がどんどんあの移っていってて、まあ本当に昔はお腹いっぱいになればよかった話が、まあどんどんサービスも追求してみたいな感じで、こどんどん変わっていくのと同じようにですね、まあ今世の中にやっぱとって何が大事かっていうと、別に自分さえよければいいとかではなくて、100年後、200年後の自分たちの子供に何を残すのか、 まあ、そういうテーマの方がよっぽど消費者の皆さんも、えー、意識がいっているので安けりゃいいっていう世界は完全に終わったなっていう中でじゃあ皆さんたちが次はどんな価値観の中で行動しますかっていう話、まあ、その時に、まあ、こういう分かりやすい社会課題というのの中にですね、まあトレえー、チャレンジされる方が非常に増えてきております。 でちょっとすみませんもうこの辺はしつこいと言いますかちょっと重複しますのでここはもうサクッと行かせていただきますけれども、まあ、これもよく言われているあの左側の4つがですね、まあこうえー、と企業にとって新しいかとか、えー、企業あ失礼しました顧客にとって新しいかとか企業にとって新しいかという軸でよく考えることがあるんですけれども、まあ、イノベーションと言われるのはそのさらに先にある、まあ、世の中にとって新しいのか、えー、顧客にとって新しいのか、まあ、さらに世の中にとっても顧客にとっても新しいのかというところをですね あの狙っていいいくこ、まあ、これがまあいわゆるイノベーションというとうろでございますで、まあ、とはいえ別にこんな行況しい話ではなくて、まあ、さっきの自動販売機の話一つとってもそうなんですけど、まあ、そういう身近なところからでもまあこういうものって見つけていけるんじゃないかなというふうには思っております。<laughs> はい、でちょっとここからまたあの別に本題というかですね、まあ、今のがまあ大体そういうことを何となく頭に入れていただいた上でぜひお聞きいただきたいなと思ってますが、まあ、オープンイノベーション何が重要かという話でございます。 左側にクローズドイノベーションで右側にオープンイノベーションというものを書かせていただいておりましてもう皆さん何んとなくイメージはもうれているかと思いますで、まあ、これまでの完全自前主義で、えー、から脱却していかないといけないよというのは、まあ、本当に製品あの前半の方でお伝えしましたようにもうどん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 ん多様化していく顧客のニーズに応えていったり、まあ、あとはこう短期化するプロダクトサイクルそれから人も時間も足りない中で、まあ、自社でそれを全部賄っていくというのはまあは 冒頭のこう向き合っていかないといけないものが構造的に増えてきたっていうものも前提に考えますと、まあ、こういう必要性があるんじゃないですかと。で、まあ、全部をオープンイノベーションだオープンイノベーションだなんて言う必要はもちろん全くなくてなんかこう自社が対応できるとこ対応できないところを見極めた上でそこに必要なものを持ち込みましょうっていうのがオープンイノベーションだと思ってます。なのででこれよよくくくああるるんすすけどよくあるというかあのすごく 基本的な考え方としてオープンイノベーションは決して足し算ではないと僕は思ってます何か他のものと一緒にやればいいっていうのがオープンイノベーションじゃなくてむしろ引き算の考え方だと思いますというかそれはそうだと思いますはいで要は自社としてもしくはそのチームとして出したいサービスとか製品とかを考えてその中で自社に足りないものを持ってくるなので先に自分たちのやりたいことがきちんとあった上で その足りないピースを探すのがオープンイノベーションの考え方の基本だと思いますので、まあ、ここが間違えると結構ちょっとこの後にもお伝えするようなあまりよろしくない状況になってしまうのかなと思っております <laughs>、はいまあ、その話がこれなんですけど、まあ、オープンイノベーションには大体,大体この3つかなっていうのがあのよく書かれてますし僕自身も肌感として持っているところです で2つ目が手段の目的か3つがコアコンピュータンスの創出と書かせていただいておりますこれ担当者の孤立というのはですね、やっぱりこうオープンイノベーション、まあ、外に何かしらのこう種もしくはその自分たちに足りないものを探しに行くんですけどこう皆さんこういろんなものに触れていくと楽しいんですよ大体いいオープンイノベーションの担当の方はみんな楽しいって言ってや,ってくれるや,やられている方多いなと思いますでめっちゃ楽しいなと思っていろんなこうアイデアを探してきてこうやって自社で一緒にやれるんじゃないか って思ったときに発生するのが、この僕が作ったピッチャーキャッチャー問題って言うんですけど。こう一生懸命いいアイデアとか技術とか見つけてきて、社内にこう投げるんですけど。社内の人がみんな面倒くさがって、こう避けていくんですよ。シュシュってだから、どんだけこう自社と一緒にやれるみたいな話とか、こんなものがあるぞって見つけて。見つけた人が社内にボール投げるんですけど、誰もキャッチしないっていう。まあ、これが担当者の孤立問題かなと思います。 2つ目が手段の目的化でこれがさっきの足し算引き算の話なんですけどなんかこうオープンイノベーションするのがすべてなのでもう何でもかんでも外の人と組めばいいみたいな感じでオープンイノベーションありきの、えー、アクションを起こしてしまうこれ結構言われるとなんか、まあ、そりゃそうでしょうって思うんですけど意外と多いと思います。なんか 最近はそのだいぶ減ったなって感じなんですけど一時期なんかオープンイノベーション疲れって言われるぐらいですねこうオープンイノベーションしましょうみたいなあのそういうのがもうバン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 こう発信されててで結局何も生まれなかった何でかっていうと多分オープンイノベーションをしたかっただけでこう事業を作るとかその新しいサービスがどういうコンセプトで何をしたいとかそういう,こうウィルが多分な,ないままにオープンイノベーションだけを推進した結果かなというふうに考えております。 で3つ目もここは似たような話なんですけどそういうのを繰り返してるとそれって結局うちでやる理由って何でしたっけっていうですね全然自分たちの得意領域じゃないところで戦い始めてるもしくはそれってなんか他の事業と絡めてもこの自社の何に役立つんだっけっていう、まあ、そういうコアコンピュタンスの喪失っていったのがまあ懸念されます。でまあ、これらをまあ解決と言いますか、まあえー その打ち手としてはですね大体それぞれにこう対応させて書いてますけど一、まあ、つはこう社内の一体化、まあ、これも分かりやすくとトップメッセージ今日も代表の方も多いと思うんですけれどもこれはもう企業規模にかかわらず会社としてやるなのでもうその勝手な個人がやっている話じゃなくて会社としてやる。 これをトップメッセージとして明確に伝えられているかどうかっていうのは非常に重要ですしその担当者がやっているのがその社内で協力してくれないっていうのもその組織的な課題ですのでそれをトップとして認識した上で社内の一体化を図るこれが非常に重要なポイントかなと思っております2つ目に関しましまままてはもうそのまんまです。 ちゃんとと戦略の策定をしましまょうと自分たちは何を何に向かってどういう課題に対してどういうソリューションを提供することでそれにお金を払ってもらうかっていうそれをまず考えた上でそれに必要なものを外から持ってきましょうこれが戦略の策定もう普通ですでも意外と忘れがちですっていうで3つ目がまあ競争領域の明確化ということでこれもじゃあ自社の強みを生かしたここに対して他社のこういう強みを生かしましょうっていうのをちゃんと 整理をした上で競争していく領域オープンイノベーションの領域というところをはっきりさせましょうというところでございますちょっとすみません時間が迫ってきましたが最後ですねあの勝手に勝手にと言いますかこのあとご登壇いただきますあの QT ネットさんちょ検索しながらあよかったって思ったんですけど、まあ、まさにあの今お伝えした3つがここに書かれてるなって思います、まあ、これちょっと当時の社長になられますけど、まあ、社長のトップメッセージとして まあネットさんとしてやるぞと会社としてこれをまずやるぞという話の中でまあこう通信事業で培った技術を基盤に新事業を挑みますとでこれ下の方ちょっともう多分あの枠の問題で切ってるんですけどまあその中でまあ今日ちょっとご登壇いただきますがまさにこうヨカプロブの中でやることっていうのを整理されてますまなのでまさにこういった形で会社としてやるぞって決めた上でその具体的なやり方とやる目的と 自分たちのコアコンピタンスを整理する。まあこういったところが本当にオープンイノベーションのスタートかなというふうに思っております。ということで一旦ちょっとあの私からのこう20分の時間はえっと終了させていただきまして残りえっと10分弱ぐらいをえっと質疑応答という形の時間に当てたいと思っております。はい。区長のお話ありがとうございます。えっ、ー、と株式会社アクションテクノロジーの代表の吉田です。えっ、ー、とあのえっ、ー、と最近日本製鉄さんが <laughs> まあかなり話変わります US チールさん買収するみたいな話があったと思うんですけどその日本企業って大体社歴が長くてで内部留保がたくさんある余あ剰金がたくさんあるというような状況でそれを何に使うかということで日本製鉄さんは額買収に動いたでじゃオープンイノベーションとこういうような巨額買収のなてどういう違いがあるのかとかどういう戦略的な意味合いがあるのかっていうのをお伺いしたいです。 ありがとうございますなんか急に難しい話になったんで緊張してしまいました。<laughs> ままあこれちょっとあくまでも個人的な解釈ですけど違いは何かっていうとまあ規模の問題かなっていうところとあとまあもちろん PMI って言われるようにまあそうじゃあ実際会社の中に全部を取り込んでまあ要はお付き合いして3日ぐらいで結婚して失敗したなってならないように <laughs> ちょっとお付き合いの時間長めにとって。 ちょっと同棲なんかもしてみてみたいなのをなんかもう少し固く置き換えると例えば最初は事業提携からスタートした上で、まあ、その資本提携という形で少しこう投資をしながら、まあ、もしくは例えばジョイントベンチャーという形でお金を出し合って別会社を作ったりしながらっていう話もあれば、まあ、今回その企業ごとの買収っていうのも一つの選択肢だと思うんですけどどちらかというともともとは多分そういう買うっていう話の方がう 多かったと思うんですよねそれはなぜならば古、えっと、社の自前主義っていう形で基本的にはやってたので、まあ、そこの技術を使いたければそこの顧客を使いたければ買うか買わないかしか多分選択肢がなくてそれが今この時代の流れが速くなった中でこうオープンイノベーションにちょっとお付き合いしてみましょうみたいな話も増えてきたので、まあ、今その選択肢として広がってきたっていうのが多分僕の考えというか感覚です。なるほどまあ、規模とととスピードとの違いがあるともうう一点だけ大丈夫でしょうか、はいあの 東京っていう存在が多分埼玉にとって常にあると飛んで埼玉の話じゃないですけど、えー、っとでただ多分埼玉的にそそのポジションを生かすす方法はありそうですよねうん、まあ、東京にいろいろ集中する中でただ例えば東京都,都内にオフィス持って賃料高いとかあたくさんスタートアップあって埋もれてるから埼玉に、まあ、拠点を持ちたいとか、まあ、この埼玉的な強みの出し方っていうのはどういう方法があると考えて いえっとこれはまあなんか埼,埼玉に限定した話ではないと思うんですけど結構やっぱいろんな地域で僕も見さあのいろんな地域に行かせていただいてなんかこう一つはなんかインダストリーっていう切り方で例えばこうヘルスケアを産業化するぞとか。 なんかアグリを強化するぞ。とかそういうのは絶対あると思うんですよね。なんでその産業とかってすごく分かりやすい強みをなんか整理した上で、ま、例えばこう町工場が多いとか、そういうこ,こう技術の街にするとか、そういうのもやり方も一つあると思ってます。 まあがというかそれが多分まず財前ってあった上でなんかその先にあるのはこれすごい回答になってないと思うんですけど僕ははそそここににいいいるる人とと企業でしか地域性はないと思ってますあのどれだけなんかその産業軸とかを作ったとしてもなんかこの唯一その地域にしかないものっていうのは多分そこに存在する企業と人だけだなと思うのでそこにいる企業と人で何を作るかっていうのをその地域性としては考えていくべきだと思って。 なので旗印を上げて一定は動くと思うんですけどなんかすいません,なん勝手に何て言うのかな放棄してるみたいですけどその先は本当にそこにいる企業と人で地域性を作っていくっていう形かなと思ってますんでなんか今回ここに。 オープンイノベーションの場があるっていうのはまさにそういうのがこう実現するための第一歩かなと思ってまして当然出会う場だけであれば東京にあった方がチャンスは多いと思うんですけどここにいる人たちがこの場で議論できるっていうところに僕はその地域の未来があるんじゃないかなっていうふうには考えてます。すすいままませんなんなかふわっとととしししててああのデジタルイ申しますありがとうございました さあの先ほどいただいた資料のこの世界のイノベーションランキングという中のなんで2008年が3位だったのに2014年は日本は27位まであのたった5年でこんなに落ちた理由ってどんなのだと思われますかちょっとあの正直に言うとその質問は結構僕にあまり影響が十分にできないような日はしてます。が、えー どうあどうかなすいませんちょっとあんま適当なことが言えないんですいませんちょっとここはわかりましたすいませんまあでもえっ、ー、とよく言われているのはなんかその これ掛け算を多分中でいろいろされてるんですけどなんか日本って特許数はめちゃくちゃ多いんですけど特許と事業数の割合事業化された割合に多分最も差があるっていうのはよくよく言われてますというかなのでこれ論文出してそのすごい技術研究とかっていうのは認められてるんですけど多分この GDP とかも含めてこの辺りが伸びてないので結果としてその辺りが差がついた理由になってくるのかなと。なののでまさに企業の成長 あ、えー、っとごめんなさい。経済の成長がな、うん、な,ないので、うん、<laughs> その結果としてこのイノベーションの比率っていうところでいくと、どんどん多分逆に落ちていったのかなっていうふうに、ん。ただすみません、ちょっとこの細かい計算し、すみません。申し訳ないです。すみま, <laughs> ません。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと実はなんか質問でなかったとみるためにちょっとあと一分一分二分かあの。 すごいなんかちょっと大きな話が多かったなっ,てちょっと自分でも思っててでなんか福岡ですごい面白いなって思ってる会社は、えっと、給食弁当を作ってる会社が、えー、IT ベンチャーと組んでそれをアプリの中でお弁当を注文できるっていうサービスに進化させたんですけどその会社の話は、えっと、15分ぐらいできたんで。 本当はちょっともしも質問なかったらと思ってましたが、まあ、もしそういうなんか給食屋さんもイノベーションを起こしてますんでなんかそういう話ももしなんか後ほど <laughs> あのできればお伝えしたいと思いますのでなんかその行々しい何かを成し遂げることだけじゃなくてまずは足元を自分たちの事業に何かえっと意義とか。 ミッションとか,なんかよく言われるような,そのなんか自分たちの世界観とかそういうところを起点になんか一緒にいろいろ話をさせていただいてでそれを成し遂げるための手段をぜひこういうオープンイノベーションという場の中で、えー、一つでも多く、えー、出すお手伝いができればなと思っておりますので、はいえっと、そういう形で一旦私の方は以上とさせていただきまますありがととうございしした、はい、皆さんあのこんこにちはあの,トーマツの中尾と申します。 すみませんあの,カツキの名前は書いていながらあの名前がわからない状態でずっと喋ってたので大変失礼いたしましたはいあの私ですね東松中尾と申しましては樺と同様ですね地域未来創造室というところで、えー、活動しておりますであの東日本中心にですねスタートアップやああのデジタルオープンイノベーションの支援というのをやっておりましてこの埼玉県でもですね今回埼玉県から事業あの受託を受けておりまして運営させていただいております はい、ではですね今日早速ですけどもあのオープンイノベーションの先行事例え企業の紹介トークセッションというところで始めさせていただきます。30分ほどです35分ぐらいですかね本当 <laughs> にあのワイワイガヤガヤですねあのトークセッションした後に10分ほどですね質疑応答をあの設けておりますので是非ですねあの今日前に出ていらっしゃるこのお三方にですねいろいろ疑問等をぶつけていただければというふうに思っております。 はい、ではです、ね、次のページお願いします早速ですけどもあの今日のです、ねえー、パネリストの皆様の自己紹介からあの始めたいと思いますではですねあの田畑さんからお願いいたしますでは次のページお願いしますはい皆さんこんにちは私の場合は1分以内にしゃべるっていうことなんで一気にしゃべりたいと思いますが秩父郡の横瀬町横瀬町っていうところにある役場の職員をやってましてこの役場とオープンイノベーションって全然相反するものかと思うんですが 横ラボっていう、まあとで検索していただくと分かるんですが官民連携を促進しておりますその中であのエリア898っていう場所を作って898は役場の親父ギャグなんですけど898って言ったらかっこいいなっていうことだけでそういった場を作っていろんな人たちをこう巻き込むそんな取り組みをしております。まあ、最近だとあのこのコロナ がですね起こったタイミングで逆にあのー、今だったらできることがあるんじゃないかということで地域消費者縁側っていうものを立ち上げさせていただいてさらに今このオープンイノベーションのこう促進と加速をさせていけないかなということを今まさに取り組んでいるところです、えー、とりあえず以上となります <laughs>、はい、ありがとう牧でありがとうございますあのタバさん皆さんご存知ですよね横ラボっていう有名なあのタバタさん <laughs> はい。 あの失敗推進係長と <laughs>、はい、いうところでございます。あのチャレンジを受け入れるといったところでございます。で、そのですね、あの,たあの横瀬町とですね、連携をして、実、え、証、ー、実験等でしたですね。アインビサイトいうの、あの杉本さん、自己紹介と、あとあのファイルですね。あのご用意いただいておりますので。あ事業のお話を、すみません、ちょっと4分、5分ぐらいで、はい、すみません、お願いいたします。はい。 はじめましてアイイムビサド CRO という役職ちょっと聞き慣れないかもしれないんですが、えー、レベニューと、まあ、収益をですね上げる役割の、あのー、ところでございますでただ今回あの横瀬町さんと一緒にやるのはですね、まあ、正直なところ収益っていうよりもどちらかというとオープンイノベーションの土台、まあ、成功事例を作っていってそれをこういずれ収益のです、ね、源にしていこうというところの、えー、もになっておりましてそれをですね今回あの横瀬町さんと一緒にさせていただた。 じゃあちょっと事業紹介とですね小島さんとの取り組みを簡単にご紹介したいと思うんですけれども。マイク すいませんちょっと資料が分かれたはいじゃあここでちょっと次のページをお願いしますで我々アイムビサイドユーっていうですね会社ちょっとご存じないと思うんですがあの3年目のスタートアップでございましてえ珍しいのはですね横にあの16人の会社なんですけれども9人がインド人というですね会社であのインドの,あのインド工科大学というところの,あの卒業生を中心ですね、まあ、AI 我々あのやっている内容が表情とか顔の向きとか視線とか音声とかいろいろな要素を見て解析してそれをですねいろいろなこう こうあの商談の解析だとかその人がこうメンタルを病んでないかとかいろいろなことをスコア化するっていう技術があってまあマルチモーダル AI という技術でこれ特許が結構たくさん出願していて,いてもう日本初の特許で世界でも珍しいものなんですけれどもこういうことをやるでですねできる人間は結構日本にはなかなかいなくてですねあのでじゃあ世界にはいっぱいいるんですけれどもまあご存知の通り欧米はかなりですねもうあの雇用が高いものですからあの払えないのでそうするとじゃあ優秀な人材で安いところ どこかというとですね。インドというところにたどり着いて社長がインドのですね。高校あの大学をトントンとやってですね。採用活動に動いた結果、こうなったというところでございます。で、じゃあちょっと次のページでですね。 はい、まあ、こんな感じであの結構あの日本政府からも注目されていて西村産業大臣とか G20 の代表とかですねいろいろなところに実はあの随行していてあのいるというようなところでございます。はい次のページお願いします。でまあこれでですねまあ先ほどお伝えしたようないろいろな要素を通じてまあ、何かですね目に見えないものを見える化するまあ、例えば自治体とかで言幸福度がまあ、今注目されてますけれども幸福度って何点なのとかですねあるいは心の健康状態ってなかなかこう わからないですねアンケートで答えてもなかなかみんなあの日本人ってですねあのあの全然ダメでも大丈夫って答える性質があって結構あのなかなか信用ならないというような問題とか結構あるのでこれをです、ね、客観的なスコアで出すというのを浜松医大さんとかと研究して実は作ったものがあるのでこういうのを実は測るっていうことができます。はははいいいい次次おお願しししますすす、まあ、そうでででねここらちょっと後でお話しすると後話るて次の,次のページぐらいで、はい で横瀬町さんあのとはです、ね、まさに今、田畑さんがおっしゃっていた横ラボというところでご一緒させていただいていてあのぜひ自治体さんと一緒に何か取り組みたいなというところを思ったんですけれどもなかなかこうあのない中であの横瀬町さんはです、ね、こう日本一チャレンジする街というところがあってもう本当かとじゃあぜひチャレンジを一緒にさせてくれませんかというところを言ってきたんですけれどもこういった一緒にやりましたとでちょっと次お願いします。 でまあ、あの横瀬町ではカラフルタウンというです、ね、あの一人一人が幸せになる町というところをやっていて私たちも社会全体を学校にするというです、ね、一人一人のこう状況を把握して助け合える社会を目指しているという理念が本当に一致していましてです、ね、こういった一致しているところからい、まあ、いろいろ横瀬町の住民の方に募集をかけてです、ね、で次のページ、お願いしますで何をやったかというとあの横瀬町の住民の方にこうあのアプリケーションをダウンロードいただいて私たちの技術で幸せ度を測、ね、っていく。 やっております。 でまあ、細かいところですね、こういう感じでダッシュボードで出るんですけれども、本当ありがたいことに、今日ですねそこであのファミマでですね朝日新聞買ってきたんですけど朝日新聞にも実は掲載をされまして、ですねもし朝日新聞、撮っていらっしゃる方は、ぜひ埼玉県のところのページ、ご覧いただければと思うんですけれども、本当にあの皆さんに横瀬町の方にも、ですねあのすごくあの良いねということで、住民の方にも喜んでいただいたりとか、で実際、こうメディアでも注目されるという事例になったので、本当に助かっているなという状況です。はい 以上ですす、はい、さんありがとうございますあのそうですよ、ね、先ほど勝木も言ってましたけど引き算ですよねまさにやりたいことがあってでそれで持っている技術があってだけどそれをあのお願いする住民の方ってなかなかこのウェルビーイングで巻き込むって難しいですよねスタートアップの力だけですと。なので、まあ、中小企業の皆さんあのスタートアップの皆さん,あのそのなんか信用力っていうところでなかなか巻き込みづらいなった時なんかにまさに横瀬町。 のあの力があってですねこういったことができたまさに引き算のあのオープンイノベーションだなと聞きましたあ,のありがとうございますちょっとこの後いろいろ深掘りさせていただければと思いますではですね次にあの浜崎さんですねあの自己紹介の方をお願いしますはい、えー、皆さんこんにちは、えー、とキューティネットの浜崎と言いますえー、っとですね。 えとまあ、ヨカプロの話さっき勝木さんの方からご紹介いただきましてありがとうございましたなのであのここで多くを語る必要はないと思うんですけど、まあ、あの私としてはです、ね、ヨカプロにジョインしたのが2年前で2年前それ以降それ以前もです、ねえー、と実はその後ほどお伝えする、えー、我が社のインターネット会,あの会員向けの医師事業を作ったりとか えっとモバイル事業とかを作ったりしてますというところをこう書いています。はい。じゃ次のページお願いします。あの急に、ね、切り替える感じですか、ね。まあ,あのうちの会社はこんな会社ですということでちょっとあの見ていただいた通りということで良いかなと思います。 はいこの次のスライドをお願いします。これが我々の事業ですね、えー、個人向けのインターネットサービスというところと、えー、と真ん中が先ほどちょっと,、えー、と私立ち上げた事業ということで、えー、言ってる、この QT モバイルという事業、あとは、えー、創業から、えー、ずっとやってる、えー、法人向けの、えー、回線事業というのを、えー、QT ネットという会社やっていいいますはい、そのこの次の次スライドをお願いいたします。 はい、これがあのヨカプロとしてですね、今までやったことというところです。えー、と事業リリースとしては今2本ですね、えー、と一番左の上の QTDA と書いているデジタルエージェンシー事業が1つ、あともう1つはですね、その下にチャレンジャーズ・パークと書いているのと、真ん中のですね M&A の真ん中のドクロみたいな、えー、こと、この2つがですね、 えと e スポーツ事業ということでチャレンジャーズパークっていうのが e スポーツの,そのスタジアム施設ですで M&A の方がこの戦国っていうのが、えー、と e スポーツのチームですね、えー、とチームとスタジアムを持ってるっていうのは多分日本で、えー、珍しいんじゃないかなというところですで、まあ、M&A は他に2社ですね、えーまあ、やってるというところとあと出資ですねここ全部書いてませんけど今14のスタートアップへの出資プラス えっと四つのベンチャーキャピタルへの出資をやってます。であの目的としてはそのヨカプロっていうのはえっ、ー、と新規事業を作るというのが目的ですので、えー、出資することとか M&A することとかっていうのは手段であって目的ではないという先ほどのですね手段と目的が間違わないようにということでやっているというところでございます。でもう次のはねいきましょうかね。えっ、ー、とまあ我々としてはその えっと、インターネットの次を探す、えー、新規事業って何かっていうとインターネットの次を探すというところなので、まあ、あの新聞で踊ってるようなバズワードばっかり出てますけどこういったことをやっているという図になっています。はいい次お願いします具体的には今ですね AI で、えー、広島ドラゴンフライズさんとこう共同でですね AI のカメラ使って、えー、事業を起こしてたりとか、えー、次のページですね。 これはですね、えっ、ー、と生成 AI、これをえっ、ー、とセキュアな状態で使えるようにしましょうみたいなことをやってて、これはあの福岡市のフルサポート事業というのに認定していただいてて、まあ、そこで、えー、実証実験やっているというようなものです。はい、次お願いします。はい、これはあのー、まあショールームさんですねと一緒にえっ、ー、と出資して、えっ、ー、とまあ、あのー、いろんなこと書いてますけども、ライブコマースとかですね、そこら辺の。えー ところが一緒にできないかということでショールームさんと一緒にやっているというとことですね。はい、次お願いします。これはあの VR の方でえっと進撃の巨人の VR ゲームを作っているユニバースというんですね、えー、東京の会社さんいらっしゃいますけれどもここで、えー、まあ、VR 特にゲーム系で伸びるんじゃないかと思ってましたので我々ちょっとここら辺、えー、入れてですねこれは、まあ、あの VR で QT ネット何ができるのかみたいなところをちょっと探ろうというようなところを含めてですね今出資しているというようなところでございますはい,一旦いあもう一個までもう次まで行きましょうかね、えー、とこれモビリティを、えー、やってるですね会社がありましてこれ九州大学の方に。 50代突っ込んで、えー、左下あるみたいにですね、えー、大学生と一緒にこう暴走族みたいなことをしましたっていうところですねはいこれが以上事業として以上ですねあーオープンイノベーションまでいっちゃっていいですかねあそ,そのまま行じゃあ,あのこれあのこれも私の方で事務局してるつなぐというですねオープンイノベーションプログラムですはい、えー、で今まではですね次のスライドを言っていただきまして えっと今まではいいアイデアがあったら100万円あげるよみたいなことやってたんですけどあんまり意味がないというところがあってえっと募集期間これいつでもいいですよということにしてますでえーっとテーマとかジャンルもちろん問わないんですけど先ほどの我々の注力領域ですとでえっと,としてはそのまあ審査我々の方でえさせてもらうんですけども審査やって一緒にビジネスを起こせそうだねというと になったら実、えー、実証実験ですね先ほど見ていただいたような、えー、POC 実証実験の費用はうちがすべて持ちましょうというところと、えー、今年2月か3月ぐらいに予定しているんですけど、えー、とオープンイノベーションアワードというのをやって、えー、と地元のです、ね、テレビ局の方とか、えー、新聞社メディアの方もです、ね、集まっていただいてスタートアップの皆さんとの成果をです、ね、見せていくというようなことをやろうというふうに考えておりますというところですね。はい 以上でございます。はい、ありがとうございます。あのちょっと一ページ前ですか？つなぐの前あ、そうありがとうございます。このあこの次のページですね。こ例えばあのえごめんなさいとつなぐのその次ここです。はい。あのこのサービスとかまさにあの先ほどの引き算の話の逆にあの皆さんにそれを提案いただいてあのキューティネットさんが足りないものを埋めに行くっていうなんかそうそういうプログラムと理解してよろしいですか？そうですね。 あのまさに僕らがやれないところでしか次はないので、僕らがやれるのは通信、えー、技術のところだけなので、それ以外のところはあの皆さんのお力を借りると、えー、一緒に作っていく競争していくっていうためのですねうん、うん、プログラムということでおっしゃる通りということで,ですありがとうございます。はいあのじゃあ,あのお三方ご説明ご紹介ありがとうございました。ではですね早速一つ目の質問に行きたいと思いますがファイル変えますかね。えー はい、えー、とそちらですね。はい、まずですねあのイノベーションですねオープンイノベーションの事例ですねこう成功に導いたポイントっていうのがあのきっと皆さんあるんではないかと思ってますであの浜崎さんからいきましょうかねあのこう自分たち QT ネットとしてやっているものもありますし逆にこう先ほどのようにあの募集受けて。 それをサポートしてて実現するっていうあの両側からですねオープンイノベーションをやってらっしゃるなって感じてるんですけどこの辺の成功ポイントですねもしよろしければお話を伺えればと思いますそうですねえっとそしたらですね私の資料のえっとどっからいこうかなえっと26スライド目ぐらいからちょっとこれは成功のポイントというかマインドセットみたいなところをちょっとえ自分の中の えものをちょっと書いてきたんですけどもはいえっと4つのえ思考様式と1つの行動様式というふうに書いたんですけどもまずですねこれまず自分があのやれることと自分がやりたいことなんだろうっていうこの2つからですね自分ができることをまずえ考えましょうと。 というの一つポイントかなと思ってますどうしても何々やらなくちゃいけないとか、えー、市場が大きそうだからやるみたいな話あるんですけどここにやるとですね多分、えー、と後々きつくくなっっててるといいううふうに思ってますで、えー、とその下がですね「えー、と滑ってもこけない歩幅」って書いてるんですけど、えー、と何かやるときに,に失敗するリスクっていうのはもちろん絶対あるわけなんですけど失敗しても会社が潰れないとか。 えー、部署が潰れないとかそんなあの危険な賭けをしてはいけないわけで、えー、と滑っても大丈夫な歩幅で失敗し続けるととということが結構大事かなと思ってますで、えー、と真ん中ぐらいに書いているんですけどよくあるのは、えー、とやらない場合のリスクって結構かい考えてなくってそれやらない場合どうなるんだと他者がやっちゃったらどうなるんだみたいなリスクがあるのでリスクっていうのはこの2層で考えた方がいいかなと思ってますというところです。 で3つ目がセレンディップ思考って書いてるんですけどやったら何か見えてくるとかやったらこんな人とつながれるとか僕らもこういうことをやってるんでなぜか、えー、とここにお呼びいただいたみたいなこれもセレンディップなんですけれども、えー、と予期しないことがどん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 起こっていくということで自分たちの、えー、と経験とか思考様式にもフィードバックされるっていうのがこのセレンディップ思考ということを言ってます。で えっと、4つ目がですねこれアフリカのことわざなんですけれども、えー、っとすごく真面目なこと事業を起こすとかって結構難しいことなんですけどそうする時に、えっと、自分たちがすごい真面目になりすぎる必要はないと眉間にしわ寄せる必要はない横の人たちと一緒にやっていけばいいっていうことを、えー、結構考えてまして、えっと、シリアスな雰囲気にならないとか、えー、横の皆さんとの関係性を広げていくとかっていうのは非常に僕はえー まあ重要ななマインドセットの一つかなと思ってますで、えっと、最後はですね未来予測できないって書いてるんですけど結構予測しようとみんな思うんですけどそれ無理なんですね。こう不確実な世の中とかなんでそうすると、えっと、未来を構想しって書いてるんですけどやっぱりこうしたいああしたい、えー、どうしたいっていうのを自分たちが考えて えと自分たちが今できることここでできることみたいなですねこのアクションに集中していくことでさっきのですねセレニップ思考と混ざってくるんですけどえと偶発的なフィードバックっていうのは絶対起こるのでこれを取り入れてもともと自分たちが考えてたキャンとウィルの交差点にまた戻っていってえやれることを考えていくみたいなこの4つのえと思考と行動最後のですね行動様式っていうのをぐるぐる回していくことでいろんなビジネスができるんじゃないかなと。 い、えー、いうふうに思っってて今やってますというところでちょっとすごく抽象的なです、ね、話になっちゃったかもしれませんけどもこういうような心持ちでやってますというところでございます。あ、ありがとうございますあの。このセレンディップ思考ってあれですよ、ね、やっぱりオープンイノベーションする時ってもう100%もう成功するのをマッチングしてくれってないじゃないですか。 やっぱいろんな人と出会って、そのそれこそ合う合わないっていうのがあったり、強み弱みがか、あの強みが、あの同士がうまくかみ合わさないとか、いろいろあって。うまくいかない方がきっと多いんだろうなと思ってます。なんかあのキューティネットさんとして、なんかここの辺の人とのつながりって。どうやってこう創出している、なんか感じになりますか、ね。かそうですね。もう端的に言うと、のみですね。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ飲んでますねめめちゃめちゃゃ飲んでアホなことを言いながらでもその時にやっぱりそのひらめきとか何て言うんですかねキャントウィルの交差点にもう一回戻るみたいな話がやっぱり出てきて飲んでばっかりってわけじゃないんですけどそ,のそういうことが結構重要だっていう,うん、うん、横のつながり作るとかっていうのもですね結構そういうことが重要で。 だっていうふうにちょっと捉えて今動いてます。はい。ありがとうございます。あのちょっとこのこのサイトちょっとお借りしてそのまま横杉本さんにお話を伺いたいんですけど、<laughs> えっとそもそも横瀬町ってどうやって出会われたんですか。ありがとうございます。えー、っとちょっとですね。出会いでいくと実はあのまたあのちょっとさっきのですね実は資料にちょっとだけあったんですけれどもまずはあの。 我々自治体は、は実は普通は民間企業さんのビジネスで、まあ、コンサルティングと技術ライセンスを提供して,っていう,ふうにやっていて今年からですねあの自治体さんとの取り組みをやっていこうという,ふうに思ったんですねでなので自治体さんとのコネクションは全くない状態でかつまあ正直どんなビジネスをすればいいのかもまだ手探り状態というところにですね。で ななんとなくですけれども、まあ、ちょっと自治体の方も皆さんいらっしゃるのであれなんですけど、自治体の方ってやっぱりなかなか動きが遅いんじゃないかっていうです、ね、スタートアップからすると、スタートアップってお金が尽きちゃうとです、ね、こうパタッと倒れてしまいますので、なるべく早くやっていただける自治体さんで、事例が作りやすい自治体どこかなっていう時に、あ,のある首長さんのです、ね、やったことのある人から、いやみんな、実は、ね、横瀬町って注目してるんだよ、みんな、いろいろなケースができるからっていうことを聞いて、ほう、なるほどってで、私知らなかったんですけども、も調べたら確かにあの富田町長がドカンとです、ね、あの日本にチャレンジする町です。 やりますっていうふうに書いてあったもんですからこれはどうもすご,すごいなと思,思いました。でここはですねこの田畑さんには言ったことがないんですけれどもここに書いてある資料の中で言うと人とのつながりっていうところが実は大事だと私今までの経験で思ってまして実を言うと。 横瀬町のところを見たあとでその中の誰にアプローチすればいいかっていう時に実は田畑さんの名前がパンといろいろな記事で出てきたんですよねあの失敗推進係長ってこうバンバン名乗ってでこれはもうほんとチャレンジをするために生まれてきた人かなみたいな思ってですねで 結構実はその誰にどこの会社にとかどこの自治体にっていうことよりもイノベーションをやる時は誰とやるかっていうことの方が大事なんじゃないかと思っていてどの人とつながろうかっていうことで実はあの田畑さんをピンポイントで実はあのフォーカスしてたんですよね。でどうやってじゃあ田畑さんにアプローチしようかっていう時にあのじゃあちょっとこの人にアプローチし,ますあのしようと思ってますっていうのを社内でですねうちの代表と話してたところ代表がたまたまあの実は知り合いだったということに気がついて、ね。 じゃあちょっと早く連絡取ってくださいよっていうことでつながっていってでそうしたらつながっていったらやっぱりですね間違ってなかったなと思っていきなりこう止めた町長を連れてきていただいて,て <laughs> ボーンと「えー、そんなすぐ会えるんだ」みたいな感じでびっくりしたんですけれどもやっぱりでもこの人とのつながりっていうところが大事でかつ今ちょっとお酒を飲みながらあの最初からお酒を飲んだわけではないですけれどもやっぱりすごい会って盛り上がってですねもしやりましょうみたいな。 一気になって我々も本当それが嬉しくて「よしもう横ラボすぐ応募だ」みたいな形になっていって、まあ、ちょっとあの,あのオタオタとちょっといろいろ話しましたけれども言いたかったことはこの人との,つあのどことっていうよりも誰とっていうところの方が大事だなっていうのは非常に思ったところですね。 なるほどじゃあそういったあの人との紹介とかやっぱりこう尖った人にまああのリーチできるような手段をこういろいろこう模索してでそこに一気に飛び込んでいくいうそうですねなんかあのやっぱりあとこういうイノベーションの場みたいなところがあったりとかあるいは誰かそれを発信しているとですねあのやる気がある人みたいな本当にやってる人みたいなことすごいわかるんですよねそこがすごく大事だなと思っていてあの我々としてさ本当にやりたい人が やりたい人がその中で動いていただかないとですねあの実現できないことが多いと思うのでそこのなんか相手選びとしてこういうオープンイノベーションの場とかは大事ですし何だったらこう発信している内容とかもすごく大事だなと思います。というかとで今日初めてアプローチかし <laughs>、はい、<laughs> ありがとうございます。まね、<laughs> じゃああのく,くどかれた,くどかれた田畑さんあの まあちょっと今人のつながるオープンイノベーションがすごい大事っていうのはちょっと私もですねいろいろ中小企業の皆様スタートアップの皆さん支援家の皆様いろいろ話するとやっぱり思いを持った人と一緒にやるのがある意味絶対条件だぐらいの,あの大きいビジネスをする上ではですねまさにこの,あの遠く行きたいならみんなで行けっていうところでそこであの熱意を持った人たちへ進むが大事っていう話があると思います。それをですね田畑さん確か 百何十件でしたっけさば <laughs> いてらっしゃるという中でなんかこういったあの人とのつながり特にあの横手町が、ま、こうなんか,なん,かなんていうの受け身でうとは思わないですよねすごい発信して、ね、熱意ある人をこうどんどん巻き込んでいってると思うんですけどかその辺あの中小企業の皆さんにあの今日あの調考されてるあのスタートアップ中小企業の皆さんに <laughs> ぜひなんかあのこういう思いで飛び込んできたらあのこうイノベーションって起きやすいですよとか。 なんかそういうこう、あの人とのつながる時のポイントみたいな、あの浜崎さんのみっておっしゃったんで、それ以外でいい、ね。<laughs> ぜひですね,いいね。<laughs> お願いいたします。実は全く一緒、一緒です。<laughs> 本当に一緒で。 まああのさっきも人って言ってくれましたけどああのちゃんと正式に言うとあのすみません失敗推進係って勝手に名乗ってるだけで毎回町長に怒られてます <laughs> 勝手にそんな係作るんじゃないっていうのは毎回言われてるんであともう一個あのうちの町はあの審査会もやってるのでこうなんか仲良しだからできるっていうものではなく一応審査会通って、えー、正々堂々とあのズブズブの関係ではないっていうことだけ、えー、それも合わせて伝えます。でででもそのの中中審査フォームの中であ 私条例っていう町な,あ町なので条例というもので実はあの審査フォームも、えー、評価フォームも全部公開してます。で見ていただくとちょっと変わったところだと「熱意」っていう欄があってで実はここ熱意があると大体、えっと、こうつながりもずっとつな,つながりやすいっていう傾向は、えっと、うちはあの7年間で言えば100。 41のプロジェクトを今やってるんですけど、えー、その中でも熱意さえあれば結構続きやすすすいいいう傾向はすごい感じてますで逆にあ、えっと、大企業さんでなんか、ね、名前言っちゃいそうですいつも、ね、こうビ,ビビりながらしゃべってる <laughs> 大企業さんで新規ビジネス部門の担当になっちゃったので私たちの会社のリソースを使って何かやりましょうよっていう人は実は 何かっていったらさっきの本当に、えー、とに自分がやりたいことがあってでうちのリソースと横瀬町ってこの行政のフィールドを使うとこんなこと起こるんじゃないかなっていう熱意ある人の方が必ず受かりますですからおおと大企業でお金持ってればいいとかそういったところではなくもう中小でもスタートアップでも本当にやる気があってこういう未来があるんでもう俺たちも持ってるんですよっていうことをやるんです。で おっしゃる通りで実は滑ってもこけない歩幅っていうのは私たちもまあ大きなことを言っててもしょうがないからそれはもう,もうビジョンとして持っていてただやるときにはじゃあまずここまでやろうよっていうところをやり始めますでそこまでできたら次のステップ次のステップって本当にアジャイル的にうちの町もやらせていただいててちょっと危険な匂いがするなと思った時は必ずストップをかけてえとそこは事故のないようにはやっぱり行政的にはあのやらせていただいてるって中では本当に熱意ですねここんなことをやりたい でで方向転換全然、OK、ですこんな未来思ってたんだけどやっぱり違ってましたねっていうことが分かって一旦うちの町は終わるんですけどおここが終わるんだけども次の段階では今度これが分かったので次のこういうビジネスどうですかねみたいな話をしてくれればもう最高にいい関係性を築けるかなと思ってます。あ あのまさに引き算ですよね思いがあってこの,のやりたいうちはこういうことができるで、えっと、横瀬町のフィールドを使いたいんですっていう引き算のプレゼンをしていただいたらあのすごい刺さるっていうところ、はい理解しましたありがとうございます。 ははいではですねあのちょっと次に似たような質問なんですけどもあの今日ですねお越しの皆さんってオープンイノベーションですね、えー、こう興味を持って関心層の方々でございますがこれからやっていくっていう上でですね何かこうアドバイスといいますか、まあ、先ほどの重要なポイントとかぶる面あると思うんですけど杉本さんいかがですかね何かこうやってきてる中でそういったあのオープンイノベーションをこれからやるって方にこういうところすごい大事だよとかですね、まあ、この横瀬町の事例とかを通してですねお話ししたいともいいかと思うんですけどいかがでしょうか あの誰とつながるかが大事だっていうところはまず1個あった上でなんですけれどもそうですねあ,のあとはオープンイノベーションを、まあ、あの横瀬町さんと一緒にですねプロジェクトをこうやっていった中でいくとですねまあ あの大体我々が自分たちで考えている仮説は大体間違ってるなっていうですねい<ー>うことに気が付くというあの、まあ、我々あの感情解析のです、ねまあ、AI の会社っていうところで、まあ、実際我々のメンバーはですねエンジニアが多かったりとか私も IT とか AI とかこう親しみがあるです、ね、メンバーがそもそも多かった たんですけれども、まあ、実際やっぱりですね住民の方の実際声を聞いてみるとあのそう簡単にアプリをダウンロードしてくれないとかですね田畑さんに本当にいろいろとお世話になってアドバイスいただきましたけれどもあのそうなんですねそこのなんかですね感覚を忘れちゃうんですよね結構あのエッジの効いたプロダクトというか技術をやっていればいるほどですね住,おあの住民の方とか一般の方の感覚から遠くなるんだなっていうなんか どちゃんと本とか読んでるのなんか気づきそうな話なんですけれども気づかん忘れてしまっていることがあってで現実やっていった時にですねあのダウンロードこうあの技術的にこういうセキュリティの部分はこうこうこうで大丈夫だからデータはないんですよっていう説明を最初の実はワークショップで一生懸命説明するんですけど誰もですねシーンみたいな感じで反応なしみたいな感じなんですけどあの本当変な話なんですけれども実は我々あの 面白かったのがですねこの感情解析でと個人のデータ取らないですしなんだったらすっぴんの,あの女性とかお化粧とかされるじゃないですかでお化粧をされていない時でもあの男性の方お部屋が散らかっている方でもそのところは取らないんですっていう言い方をするとあなるほどそうなんだって理解してくれてでさらに言うと何か。 あのこのワークショップのイベントとかで,ですねご家族でいらっしゃるんであのこれをあの見ていただいた方にはチチロールチョコオリジナルチロールチョコあげますよとかですねそういうなんかもっと何て言うんでしょうかねあの寄り添った形の,あのインターフェースみたいなのがあるんだなみたいなことはですねあの痛感しましてその時はもう参加したらほとんどあのダウンロードしてくれるとか参加してくれるっていうふうになったりとかしたんですよね。 今のことをまとめるとなんか難しいんですけれども、あの、自分が考えていたほどうまくいかない。し、<laughs> うまくいくときにはやっぱり現地にディープダイブというか、入ってみないとわからないんだなっていうことがあるので。まあ、まずは一緒に連携してやってみるっていうことをいかに回すかが大事かなと。思いました。<あ>はい。ありがとうございます。あの、すごく今の。は最後の言葉がすごく刺さりましたね。もう入って、そこに入って、とにかくこう。 回していくチャレンジしていくでそのあのクライアントではクライアントになり得る人たちに直接声を聞くってそこですかね。そうですね。もうあと後から振り返るとなんで気がつかなかったんだろうなんですよ、うん、正直なんで気がつかなかったんだろうなんですけどどうもですねでも私の周りのスタートアップの人に聞いても大体気がつかないらしいんですよね。うん やっぱりでやっぱりやってみないと気が付かないで声をもらわないと気が付かないなのでなんかいかに早くそこに到達するかなんだなというのは、うん、本当あのこれから生かからしていいいきたいなと思まますすすすそうでよよねあのすごくよくわかります特に技術系とかですとあの技術ができてるだから売れるはずだっていうのが深層心理にやっぱりあるのでまずは声を聞いてみないと全然かみ合わない可能性がある中、はい、そこ前に進まないのでそこに到達して。 とにかくそのなんか考える時間を短くしようっていうそこが大事だということになりますあ。ありがとうございます。じゃあ,あの浜崎さんいかがでしょうねあのこう q t ネットさんのあのつなぐのビジネスあのつなぐのあのプログラムの中でこう受け入れるっていうことも結構やってらっしゃると思います。でその中でオープンイノベーションをですねするにあたってこういうところがあるとあの特にあの。特にあの 実証フィールを提供する大企業からするとあの非常にこう一緒にやりたくなる、まあ、先ほども田畑さんが重いっていうところをおっしゃっていただいたんでできればそれ以外のところで何かございますかそうですね一緒にやりやすいっていうのは、えー、っとやっぱり自社としてやるる意意味意義があるのかですね、うん、あのと当社として、えー、やる意味と意義があるのかみたいな話があると非常にやりやすいです。はい あの例えばじゃあ q t −ネットで幼稚園事業しませんかって言われてもちょっとごめんなさいってなっちゃうのでやっぱりそこが一番重要ですし、まあ、逆に僕らがあのその課題感ですねをしっかり理解して物事をスタートアップの皆さんと話せるかとかっていうのが重要なので皆さん側からばっかりではなくて我々側が、えー、と企業としての,その課題感とか問題点をしっかりこう把握して。 えー、皆さんと向き合えるかなっていうのが重要かなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。あのそうですよね。やっぱり一緒に組むので、まあさっきの勝木のセミナーでもありましたけど、こうけ結婚する前にこう <laughs> あのそういう面ではちょっとあの仲良くなるっていうのがすごい大事な中で、最初からメリットをねこううまくウィ,あのウィンウィンの関係を築けない人だとなかなか一緒にやろうっていう気にはならないっていう、まあ、そういうのありますよね。そうですね。なので我々も 口すっぱく言ってるのは、えー、とまずギブだとギブファーストだと言ってますあなたたち何,がし何をしてくれるんですかみたいな話はないよないまずは QT ネットの方からギブをしていくい、はい、そうですね、はい、でそれにしっかり応えて、はい、そうそうウィンウィン関係を築けるような形ですそこら辺がそうですね結構重要かなと思ってますはいありがとうございますはいえっとそうですね 実行するる中でアドバイスになるようななんかポイントとかお話しできる方いかがでしょうかね今のお話ですと。そしたらちょっとスタートアップさん向けというかまた事業会社の方もいらっしゃると思うので事業会社の方向けとしてはやっぱり2つぐらいあるかなと思っててまず1つはやっぱり勝木さんの話もにもあったようにトップの。 マネジメントというか意思表示ショーザフラッグですね何のために新規事業を生むのかとかオープンイノベーションやっていけというのかっていうここに対してえとトップがすごくきっちりメッセージを発さないとえやってる人間が非常に苦しくなるというところですね。でもう一つはそのやってる人間がどれだけ何て言うんですかねえとやりやすくいい状況を作ってあげるか。 既存事業のきっちりしたピラミッド型の意思統一方法で情報を上げろっっってて言もやっぱり結構無理なんですねあのみんなバーッと出ていって、えー、と情報じゃない情報を持ってきたりします正直。でただこれオープンイノベーション何のためにやってんのかっていうのを理解する必要があって、えっと、世の中に全く分かってない価値観を調べていって自分の会社にインストールするためにやっている。 はずなんですねなんでどんな情報でもプラスの情報なんですけどそれを聞いた、えっとまあ、我々みたいな新規事業担当者のマネジメント層がなんだそれみたいないうことを言わずに、えっと、世の中こういうことが起こってるんだねとかこういう動きしてんだねみたいなことを情報をインプットするための,そのインテリジェンスをあのインプットするための活動とか価値っていうふうに置いて。 活動するっていうことがそのオープンイノベーションをやる側のです、ね、マネジメント層には必要なことかなというふうに思っていますそうですね既存事業とは違う話のことが多いですもんねやっぱり一見関係ないような話持ってこられてるんだけどよくよく聞くとシナジー生み出せるんじゃないかっていう話はよくありますんで,です、ね、まずは受け取る型のリテラシーっていうんですかね、はいはい、それ高めるっていうところですかね。ささっっきあのさんのグラフにあったようにあ エクスンシャルにバーっってて上がっていくんですよね世の中変,変化しだしたら1年2年でエクスポネンシャルでバーって上がっていくんですけどこのエクスポネンシャルな変化が起こるもうちょっと前の,あの動きっていうのは実は分かってるはずなんですねスタートアップの皆さんとかがやってらっしゃる中で分かってるこの情報をいち早く掴んでおくことがこの急激な変化が起こった時に自分たちがこう波に乗れる理由なのでここの活動とか ここの情報を、えー、と取っているという価値観、うんうん、この価値をですね理解しておくことが結構重要かなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。あのあっという間にもう三十分近く経ちまして、あのもう質疑応答の時間となります。あの皆様あの今日はありがとうございました。じゃあ、えっと、会場の皆様ですねあの質疑応答に移りたいと思います。まあさまざまな視点のですね今、うん、あの視察いただいたかと思いますが、あの我々 という方はですね。ぜひ、ええ、挙手いただければと思っております。いかがでしょうか。はい、お願いいたします。あ、ちょっと後ろからマイク今きますんで、少々お待ちください。あシステムデザインの五十嵐と申します。今日はどうも、ありがとうございました。あの、キューティネットさんに、ちょっと、ご質問なんですけども。先ほど、の、自社で立ち上げてきたソリューションと。あと、あの、出資したソリューション。で、いくつか。 あ,あ,るとあ,あ,のあったように、えー、とご説明いただいたんですけど例えば自社のソリューションとその出資してるソリューションとうまく掛け合わせてうまくなんか数字自体がこう成果が出たような事例みたいなものってあったりはしますでしょうかそういった意味で言うと先ほどご説明したのはほとんどが、えーまあ、他社さんと一緒にやったソリューションということになっ 1> で1、えっと、個だけ言うと AI の部分ですねここに関しては、えっと、AI の技術者がうちに数名やりたいといったメンバーがいたので、えっと、AI のもう本当に開発からやらせてるっていうところはですね自社の分量が多いという意味では AI のところは今ですねあのやってるっていう形になってますけれども、まあ、基本的には他社さんも含めてやっていることが多いですね。 そうすると、まあ、あのいくつか出資している会社さんもあるんですけど自社の,あの技術者と、まあ、他社の技術者さんとうまく連携しながら,こう、えー、補,いながら補いながら授業していってるっていうイメージなんですかねそうですね僕らの中に技術者ヨカプロの中にも技術者が入っているので技術者をわざわざ外から取ってきているというよりから僕らの中に技術者をまず入れた上でえで、ー、出資した人間と。 側とです、ね、一緒に話して事業を作っていくっていうようなことをやってますあ,あとはの、まあ、出資ってことでもうかなり十いくつの会社に出資してるとお話しゃったんですけどどういう観点基本的にはど,どんな観点をベースにして、えー、と出資する会社って決められてるんですかねえっとまあ,あの先ほどちょっと途中で見ていただいたような僕たちの事業領域やりたいところですね こここに被るところろいうのがまずもちろん一つです。あとは、えっと、一緒にビジネスが起こせそうなところですね話を一緒に聞いてて「あそれ一緒にやれそうですね」とか「面白そうですね」っていうところとやってますっていうのがなんかお答えにすいませんなってないかもしれないんですけどそういうところをこう、まあ、まあお酒の話ばっかりしちゃいましたけどそういうところをこう気楽に、えー、真剣に話しながら詰めていってるっていうのが現状ですね。 先ほどの一つあのつなぐ2023で、えーとまあ、じゃジャンルは都内でなんで募集しますよみたいなお話だあったんですけど、はい、今のお話だと奈良かは事業領域っていうお話があってあとジャンルを問わないっていうところが若干なんか矛盾するような感じにも捉えられるような感じですそこは特にか関係ないってことなんですかね。出資に関しては決めてます。 なんですけどオープンイノベーションで申し込んでいただく方に関しては、えー、特にこの領域じゃなくてもアメカケけのところは僕ら注力領域って言ってるんですけども例えば DX とかエンタメとかそこら辺に関するようなこととかで、えー、っとご応募いただいても、えー、全く問題ないとはい。どうもありがとうございましたはいありがとうございました他にご質問いかがでしょうか株式会社アクシオンの吉田です アイ・ビサイド・ユーの杉本さんにお伺いしたいんですけど、えー、とその冒頭に日本その欧米系のエンジンソフトエンジニアを雇用した時のコストと、まあ、インドの賃をインド、まあ、おそらく在インドのソフトエンジニアを雇用した時の、まあ、コストにすごいまだ開きがあってそこにチャンスがあるみたいな話があって、まあ、私はそこにすごい興味があったんですけどそれそれくらいどれくらい違うんですか これはさまざまなんだと思うんですけれども、あのーまあ、ハイラインコストはちょっと細かくばんと言うわけではいかないんですけれども、倍あのすそうだ、ねまあ、言ったのと同じみたいになっちゃうかもしれないですけど、あの数千万ぐらいやっぱり、向こうの欧米系の人って、やっぱり年収、例えば2、三0 0 0万とかみたいなから始まるみたいな感じなんですよね。で、あのーまあ、これはあの私、メガベンチャーにもいたことがあって、あのまあ、前だとメルカリとかラインとかにもいて。 あのそうこらの辺の相場もちょっと知ってるんですけどそのぐらいの単価感なんですよであの実際でもインドだとですね日本の新卒の給与プラスアルファぐらいでこういけるのでそれで計算すると何倍かというと、まあ、45倍ぐらいの差があって欧米系の人1人雇うのコストで多分5人ぐらいは雇えるみたいな計算になるんですよね、まあ、だいぶ違いますよね。 でちょっとあと余談でついでに聞かれたんで話すんですけれどもインドのまさにわれわれフルリモートワークカンパニーでもうインドってドっても広いので全員がこうバラバラに住んでやってるんですけれども結構、片田舎に住んでる方とかもいらっしゃるんですけどあの本当面白いのはですね、いのは、まあ、コ,コロナの時に物理学をもともと専攻したんだけれどもちょっと学校に行けなくなっちゃったんで暇だから AI 勉強しようかっつって1年間勉強したら AI の方がプロになっちゃったみたいなんですねあの天才みたいな人がいるんですよ。で実際 会っててて話ししみるとなんて言うんでしょうでょかね2324歳ぐらいなんですけどもなんか目がすごい深いっていうか何て言うんですかねあのいろいろなものを見通しているというかなんかそういう人材がいるんですねなのであの本当我々ちょっと話外れちゃうかもしれないですけれどもこのインドに注目しているっていうのはそこの人のやっぱり埋もれた人材の多さとかあと彼ら自身がインド工科大学っていうところ、まあ、すごいたくさんいてまあ 競争が逆にすごい激しくてっていうところもあるんですけれどもそこでこう磨き上げられてきた人たちの優秀さでそれがまあ安くてでまああと意外とし意外とって,言ってあんまり知られてないです,けど新日なんですよねやっぱりあの日本の外交とインドの関係がすごくうまくいってるっていうのはあると思うんですけれども実際非常にうまくいっていてインドのところに来る日本の企業ってまだ少ないので彼ら自身が行くと興味を持ってくれるっていうのはすごく大きいんですよね。うん あの今年インターンで募集してですね、あの五名とか六名募集するのに一万人インド工科大学の中から募集我々来たんですけど、あのなんかそこら辺もですね可能性に感じているところがあって我々は注力していあります。はい、なるほど。じゃあ横瀬横線待合ってますか。は <laughs> <laughs> まあ季節してインドと協業したっていうことでもあるんです。<laughs> <laughs> そうですね、あの使ってい,たいるビジあのツールはあのイ,ンインドの人が作ったロジックを使ったりとかしていますね、そういう意味だと。だと <laughs> しもし質問なけもう1個だけお伺いしたいんですけど、QT ネット間の浜崎さんにお伺いしたいんですけど、えーとまああの、ノミニケーションがかなり重視されてるみたいな話だったんですけど、ただ、多分おそらくそのインターネット、インフラ提供しててその、トラフィックに乗るものは、 どれでもっていうような。多分そこのコンテンツ部分ですか。パイプの部分を多分御社が提供してて、はい。例えば A. I. とか、うん。まあウェブスとか、そうだったのし、エンタメショールームさん。そのトラフィックいっぱい食べてくれる、はい。とか、e スポーツもそうですよね。めちゃくちゃ、はい、インターネットトラフィック食うし、はい。まあ乗客ですよね。そういう狙いもあったりするんですか、はい。まあ、そうですね。先ほどちょっとお伝えしたように、インターネットのその次。ってなると、おっしゃったように、そのインターネットの。 レイヤーの上に乗っかってくるサービスっておのずとなってくると思うので、あのご理解としてはそういうことだと思ってます。ただ、えっと世の中のサービスの中でこう。今インターネットを使わないサービスってなくなってきていると思うので、そういった意味であの先ほどご質問いただいた中とちょっと通じてくるかもしれないですけど、何でもいいよって言っているのはそういうですね。世の中の背景的にインターネットがやっぱり入ってきているので、何かしら僕らが気づいてない。こういう。 領域として気づいてないところもあるんじゃないかなっていうところですね。はい、ちょっとお答えになってるかどうかはいですけれども。何を採用してもまあコネクティビティですか、インターネット接続が絡むからそうになったりみたいなはいことなんです、ね。はい、ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございます。あのおじそうそうお時間なんですけどあと一個だけですもしご質問あればお受けしたいと思いますけどいかがでしょうか。大丈夫ですかね。はい。 ではですねあの今日ご参加たあの忙しいところですねありがとうございましたじゃ皆様あの大きな拍手を持ってあの聴きいただきると思いますありがとうございました。 ではですねちょっとですね先ほどですねお話をしてる中で熱意を持ってですね引き算で自分の強みをですね引いて足りないものをの技をする人を見つけていくっていうお話を結構出ましたけどもそれって口で言うのは簡単だけどどうやってやるのっていうとこが多分皆さんの関心事だと思っております。 でえー、私どもですね、あの埼玉県ですね、えー、こちら2月8日ですね、えー、と2月29日の2回、ですねこれ、セットです、同じあの、別々ではないです、セットの,あのセミナーであの、ワークショップで、ここで皆さんとですね一緒にあのアクションプランですね、えー、作成するようなあの、そういったものをやっていきたいというふうに思っておりますすすぜひででねね興味ある方はです、ね、あのお越しいいただければと思います。 時間はですね、えっと15時から18時ですかね、えー、ぐらいだったかと思います。はい、あの夕方にございます。え、えっとそれに先立ってでございます。次のページをお願いいたします。あの事前面談というところもですね、あの希望者にはなりますけれどもお受けしたいと思ってます。 先ほどです、ね、あのえ浜崎さんがおっしゃったと思うんですけどあのマネジメントがですねしっかりそのオープンイノベーションを理解するのが大事っていう今日です、ね、担当者の方も結構いらっしゃるんではないかと思いますがあのいやこれ今日の話をあの社長にお話ししてこのワークショップ出たいって言ってもなかなか理解してくれないかもしれないなっていう方とか是非、ね、我々あの埼玉県や東松う使ってです、ね、あのこう事前面談であの社長やあの上長の方にです、ね、ご説明することも可能でございますので興味ある方は は面談を使っていただければと思いますし経営者の方々あの今日もたくさんいらっしゃっておりますがあのオープンイノベーションで社長をお一人でやって。 リアートされていいいいんじゃないかなかと思いますす私もですねろいろ経営者あの友達多いんですけど、はい、あのやっぱり舌が育たないってよくを聞きますなので、えっと、例えばこのワークショップにですね担当者の方を連れてきて、まあ、人材育成も兼ねてですね、えー、やるとでその時に、まあ、どういうワークショップをするのかっていう説明を改めてち,ょっとちゃんとしてほしいといったところですねあのもしご希望ありましたら我々あのですね、まあ、ちょっとオンラインか現地になるかご調整になりますけどもご説明させてあげますので。 それでもこの事前面談ですね活用いただければというふうに思っております。はい、ではですね。あの、本日は以上となります。あの今日ですねえ。2時間ですかね？ぐらい長丁場になりましたが、あのお付き合いいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございました。